土曜日の今日、札幌の地下街はこのようにシャッターが閉じてお店が閉まっていますが、人の通りを見てみますと多いような印象を受けます。緊急事態宣言の発出から2回目の週末を迎えた道内、明日以降も宣言は延長されますが、札幌市民からは早くも自粛疲れの声が。しばらく自粛してたんで、そろそろ限界です。そろそろ効果薄れてると思ってます。人の量はいつもよりは多いと思います。どこに行くんだろうなっていう疑問はちょっとあります。何しに行くんだろうなみたいな、仕事してる身からしたら。札幌中心部の昨日の人出は、宣言後初の週末となった1週間前と比べて1割ほど増加しています。札幌市中心部の百貨店です。開店の準備をしているのは食料品など生活必需品の売り場のみ。それ以外のフロアは休業要請に伴う臨時休業が続いていて、さらなる延長に頭を悩ませています。土日にしか来れないお客様いらっしゃったりですとか、土日に関してもお客様にしっかりサービスを提供していけるような営業体制に戻ることを願っております。この百貨店では宣言の延長後も土日の臨時休業を続けるということです。普段は多くの人でにぎわう週末のすすきの、宣言の延長が休業期間の長期化に直結するスナックからは悲鳴の声が聞かれました。許可っていうか、そういうものがない限り、開けていても休業と同じような状態というか、開店休業のような状態がずっとここ1年続いていますので。一方、青空が広がった道東の観光地阿寒湖では、ポカポカ陽気で観光日和ですが、観光客の姿はほとんどなく、ひっそりと静まり返っています。道東の大自然を満喫できると観光客に人気の遊覧船も、宣言が出された今月16日から全面運休。宣言延長を受けて来月20日まで引き続き運休となります。温泉街の土産物店は営業を続けていますが、人影はまばら。民芸品を扱う店からは諦めの声が聞かれました。大変ですね。しょうがないっていうかね、今の状況でやっぱり延長せざるを得ないんじゃないでしょうかね。これがずっと8月、9月、10月とかそういう感じで続くようであれば、本当にちょっと大変な事態になりますね。午前8時過ぎになりました。通勤時間を迎え、地下鉄大通駅では多くの人が見られます。出勤者の7割削減を目指してテレワークなどの実施が呼びかけられる中、いつもとさほど変わらない通勤風景となった今朝の札幌中心部。土日は全然ね、人がいないんですけど、平日はあんまり変わらないと思います。少なくもなければ多くもない感じ。北海道の企業がまだ対応しきれてないんじゃないですか。旭川市内の高校です。こちらの高校では生徒を奇数と偶数に分け、半分の生徒だけ登校する分散登校を行っています。旭川が特別措置区域となったことを受けて、今月21日から生徒を半分ずつ登校させ、自宅にいる生徒にはオンライン授業を受けてもらう体制を整えました。こういう反比例のグラフが平行移動した状態になっていきますよということですね。感染対策が進む一方で、宣言の延長で普段の授業ができない状況に生徒からは不安の声も。授業はちゃんと受けれるんで、それはいいかなと思うんですけど、周りでみんなが勉強している中で自分も集中して勉強するみたいなのが、家だと再現しにくいんで、その点がすごいなんか難しいなって思いました。とにかくこういう状況でも今の学びを止めないで、自分の将来に向かって学び続けてほしいなっていうふうには思ってやってますので、それを踏まえてちょっと頑張ってほしいなっていうふうには思っています。明日以降も続く緊急事態宣言下の生活、先の見えない自粛の日々に我慢の限界と話す人も少なくありません。